例の回転寿司スシローの動画からもう止まんないっすよね。Twitter 内ではたくさん拡散されてます。同じような類の動画が。だから今のさ、あの子供たち、ティーンのさ、悪ノリ、いたずらっていうのがさ、もうイコール動画でこういうことしようぜって話なんだよね。それが楽しいになっちゃうんでね。 俺らの世代に言うとさピンポンダッシュみたいな感覚なんだろうねでピンポンダッシュとさこれってさまあやる側からしたらさ同じぐらいなその悪ノリのいたずらなんだけど受けた側の被害が全く違うっていうさ責任もねこの動画で発信するっていうのはさもうテレビで、ね、流すと同じようなもんじゃないですかてのがさあるからなんか僕らの時代こうやって SNS がね、なかった時の、その、悪乗り、いたずらと同じようなマインドでやってるんだろうけど、責任の重さが違うよねっていうのを、親とかね、学校の先生がもっと言うべきだよね。これピンポンダッシュとか、あの、ちょっとしたさ、あの、黒板消しパンパンやるようないたずらと、同等じゃないからなっていう話ですよね。まあ、それがね、まあ僕はこの年だからこれ言えるんですけど、まあ、この子たちからしたら、スカートめくりみたいなノリでやってるんだよね。 でも全然違うからって、それはやっぱ強く言うべきだよね、テレビのニュースとかいろんな大人がね、で、これなくなるべきで、なくすべきだよね、絶対に。うん、責任がでかすぎるし、多くの人が被害に遭うという悪ノリなんだけどね、そのマインドは、ってお話ですね。ありがとうございました。